全てご紹介いたしましょう映画ミッドナイトバスキャストスタッフの皆様です今一度盛大な拍手をお願いいたしますそれではまずは一言ずつご挨拶を頂戴いたしますまずは原田泰蔵さんお願いいたします、はいえーえー、高宮俊和役、えー、通称リーチの 役をやらさせてもらいました原田泰蔵ですどうもありがとうございますありがとうございますでは山本未来さんお願いいたします、えー、リーチの元妻鏡幸役を演じさせていただいております山本未来です今日は皆さんお越しくださいましてどうもありがとうございます ありがとうございます。では続きまして、小西真奈美さん、お願いいたします。はい、えっ、ー、と、リーチの現在の恋人の役をやらせていただいております。えっ、ー、と、古い司法役です。えー、小西真奈美です。今日は皆さん、あの、たくさんの方来ていただいて嬉しいです。本当にありがとうございます。<laughs> ありがとうございます。そして、七瀬光さん、お願いします、えー。リーチさんの息子をやらせていただきました。高宮礼二役の七瀬光です。本日はお越しいただいてありがとうございます。 ありがとうございますそして音楽を担当されました河合育子さんお願いいたします、はいえー、皆様今日はお越しくださいましてありがとうございます、えー、作曲と演奏を担当させていただきました河合育子と申しますよろしくお願いいたしますありがとうございますそしてメガホンを取りました竹下正男監督ですえこんばんは監督の竹下です、えー、たくさんお越しいただきましてありがとうございます どうもありがとうございます。 え本日は本作ワールドプレミアということで本当にたくさんの方お越しくださいましてありがとうございます、えー、早速短い時間ではございますがいろんなお話伺ってまいりたいと思いますまず本作はえ新潟を中心に撮影されました新潟の美しい雪景色や白鳥が飛来する姿など本当に素晴らしい映像が次々と映し出されていきます、えー、皆さんにとっても撮影新潟での撮影というのは非常に印象に残るもの ではあったのかなと思うんですけれども振り返ってみて改めていかがでしょうか原田さんいかがですか、うん、まあすごい一言で言えば本当に新潟は寒かったんですけどまあ人が温かいっていうかねあの行くとこ行くとこすべてこうよくしていただいて甘酒が出るし特に回転寿司がやたらとおいしくて。あの <laughs> なんかな新潟ってなんかすごい寒いんだけど、すごいパワーがあったところだなと思います。うん、やっぱり食べるものが美味しいっていいですよね。ねもう本当にね,ね<ー> <laughs>、うん。そう思いました。<laughs> そうでしたか。えー、はい、山本さんはいかがでしょうか。はい。 あの私も撮影の合間を縫って、ですね、えー、と暇があれば、こうくんとか、息子役のくのこうくんとかを誘いながら、ですねあのちょっと新潟のホットスポットで <laughs> 並んでタレかつを食べに行ったりとか、すみません、ちょっといろいろとたた <laughs> 遊ばせていただきました。いや、いいんですよ。<laughs> <laughs> じゃあ、撮影の合間はかなり満喫なさったとお、はい美味しいご飯に恵まれて、とても幸せでした。<laughs> そううででししたかか小西さんはいかがでしょう はい、あの本当に皆さん優しくて支度の,のお部屋で使わせていただいたところのお宅の方がご飯作ってのっぺ汁っていった土地のものを作ってくださったりとかいろんなタイプの笹団子をあを出してくださったりこしあんつぶあんとかいろいろ出してくださったりなんかそれもすごく印象深いですしあとはあの作品の中で白鳥が出てくるシーンがあるんですけれどもそこはもう本当に。 あのザ・自然との戦いという感じで助けられたりなんか私たちもあなんかいろんな雄大な自然ってこういう感じなんだなっていういろんなことをあのスタッフの皆さんと協力しながら撮影したシーンなのでそこもぜひ楽しみにしていてくださいやっぱり美しい自然の中での撮影というのは大変なこともありつつ素晴らしいですね。 景色は本当に出来上がったものは素晴らしいんですけど、はい、天候がすごくよく変わって、はい、雪が突然すごく降ったりとか逆に全くやんじゃったのは私のせいですよね。<う> <laughs> こいさんがあの<や>晴れ女、私晴れ女なんですよって言って、本当に晴れるんですよ。で、雪がなきゃいけないシーンで、こいさん出てくると、ピタッてやんで、監督が、こいさん、隠せよ、ほら。<laughs> 車にね、一時期。はい、待機。監禁されて換。南京でしたね。<laughs> で、雪降ったんですね。<laughs> そしたら、よかった、ね。良かったです、南京、うん、されてて <laughs>。どうもありがとう。 えー、そんなにすごい晴れ女でいらっしゃったんです。すごいですね。うん、いやでもそれも小西さんの魅力かもしれませんね。そうですか。七瀬さんはいかがでしょうか。撮影を振り返って。えっと本当にあの原田さんもおっしゃったんですけど、新潟すごく寒くて自分たちがえっとクランクインした時はもう一面雪景色で、でもその分すごく空気がもう綺麗で。 あの、東京では味わえない。すごい新鮮な空気だったので、そういう自分も撮影の合間とか。写真撮りに外にちょっと出かけたりだとか、外でご飯食べたりだとかして。新潟の空気を味わってました。そうですか。まあ、ロケならでは、な楽しみですね。はい、ありがとうございます。監督はいかがでしょうか。改めて振り返って、大変なこと、いろいろあったんじゃないかと思います。あ、もう、大変なことばかりでしたね。<laughs> あの、ちなみに南京はしてないんですけど。<laughs> あのただ天候にはあの本当に今回恵まれてえ大体今あの地元の方にお聞きするとえまあ僕ら3月の頭にインをしたんですがえもう雪がなかなか降らないまあ時期にどんどんなっていくて白鳥ももうえ下手をするともういなく帰ってしまうただもうその中でやっぱり白鳥のシーンもまあ結果的にちゃんと撮れましたしえ雪も本物が欲しいなと思っていたらやっぱり本物が降りましたし えー、天候で順延になったということが一、まあ、回もなかったですね、まあ、スケジュールはハードだったんですけど、まあ、夜中のシーンが多いので、えー、ただ、そういう意味ではお天気に本当に恵まれて、一応、えー、スケジュール通りというか、まあ、撮影の予定通り、えー、取りきることができました。それは本当に、はい ある意味映画の神様がついてたのかもしれませんね。あ,あ、そうですね。ねそ、それは初めて思いましたね。そういうことはね。<あ>はい、うでね、今まで感じたこと一回もないですけど。あら、そうなんですね。はい、<laughs> 今回は何かついてるなとは思いました、ね。はい。 なるほど、ありがとうございます。さて、あの河合さんに伺いたいんですけれども、今あの皆さんが登場する時にも流れました。とっても素敵な音楽なんですけれど、も本作のメインテーマとなります。ミッドナイトロード、どのような思いを込めて作曲なさったのか、少しお聞かせいただけますか？はい、あのこのあの映画からいろんなインスピレーションをあの貰える映画だったんですけど、特にあの夜行バス。 のあの走る、えー、その風景とそれを運転される原田泰造さんの表情から一番こう、えー、浮かぶあのメロディーがありまして、えー、それがあの曲になりました。はい、はい ぜひ皆様映画とともにお楽しみいただければと思います、えー。それではですね、そろそろあの時間の方も迫っておりますので、最後にこれから映画をご覧になる皆様です、原田さんから一言メッセージをいただけますでしょうか。はい、えーうん。なんて言えばいいんだろうか。あのすごくみんなでこう、もう新潟含めてみんなで一生懸命作ったようなこうま心込めてすっごい一生懸命作った映画です。 えー、ぜひ映画見て何かこう感じてあのお家に持って帰ってくれたら嬉しいなと思ってます、えー、これから見ていただくことを本当に感謝していますありがとうございますどうもありがとうございますそれではここからはマスコミ向けのフォトセッションに移らせていただきます ムービービのカメラ並んでますちょっとそちらに向かって手を振ったりなどしていただけますとスタッフの方が手を振ってますので、繰り返していただけると嬉しいです。